78.6 and 80.5. We hope you have a great day. Let's keep active today. Every Monday to Thursday morning live program. Actus. Hope, いろいろ。時刻は11時を回りました。FM 富士アクターズ松見拓也です。東条由佳です。さあここからは甲府いろいろ、甲府市からの情報をお伝えします。今日は今月9日に不動機農家農産物直売所で行われるもろこしフェアについてご紹介していきましょう。詳しいお話を不動機農家農産物直売所所長山本美明さんに伺います。山本さんよろしくお願いします。不動機農家農産物直売所所長の山本です。今日はよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。まずはご存知の方も多いかとは思いますが、改めてこの不動機農家農産物直売所についてどんな施設なのか教えてください。はい、中央自動車道甲府南インターチェンジの入り口にある直売所です。約270人の生産者から四季を通じてさまざまな農産物を出荷いただいてます。甲府市産の新鮮な野菜や果物はもちろん、花、ワイン、お菓子、甲府の証の商品なども販売しています。甲府市は山梨県一の生産量を誇るトウモロコシの産地ですし、その他、桃、スモモ、ブドウ、梨、キウイフルーツなど恵まれた立地と豊かな日照、盆地特有の昼夜の寒暖差、生産者の惜しみない愛情が、生産者の惜しみない愛情が生み出した農産物は市場からも消費者からも高い評価をいただいてます、うん、また安心してお買い求めいただけるよう、農産物は茨城県の筑波分析センターに残留農薬検査を依頼し、安心直売所の認定をいただいています、うん、はい、美味しくて新鮮な山梨の、ね、うん、農産物を販売してらっしゃるということになりますけれども、そんな不動機農家農産物直売所でも販売されるトウモロコシ、これから旬を迎えることになりますが、直売所ではどんな種類のトウモロコシを取り扱っているんでしょうか。はい、甲府ブランド甲府の証に認定されている君姫、ミルフィーユ、ドルチェドリームのほか、ゴールドラッシュ、また数量はそれほど多くありませんが、大物、ヤマトリュージュ、ホーバリコーン、ピュアホワイト、ピクニックコーンなどを販売しています、うん、トウモロコシは朝から店頭に並びますが、時期になるとトウモロコシ購入希望のお客様が朝から何百人も並ぶことがあり、うん、午後になると売り切れてしまう場合がありますので、うん、お早めにお越しください。トウモロコシは朝採れたてが一番おいしいのをご存知でしょうか。はい、うん、気温の低い朝のうちに収穫すると糖度がそのまま保たれます。時間とともに水分が蒸発してしまい、糖分も一緒に出てしまうので、お買い求めいただいたらすぐに食べていただくのがおすすめで、うん、朝収穫したてのものはそのまま生でも食べられます。はあ、時間とともに水分が蒸発してしまって糖分も一緒に出てしまう、だから買ったらすぐ食べるのがいいということなんですね、はい、今もね、ほんとたくさんの品種ご紹介いただきました。もちろん全部おすすめだと思うんですけども、この中でも特に一押しの品種、ちょっと詳しく教えていただいてもいいですか。はい、なんといっても君姫です。はい、不動機農家農産物直売所がある中道地区でしか栽培されていない品種です。最大糖度が19度と非常に甘いことと、果皮が柔らかくプチプチとした食感が楽しめます。先ほども紹介した通り、朝収穫したとのものはそのまま生でも食べれるほどみずみずしく甘みが強いです、うん、その他にですね、ミルフィーユですね、黄色と白色のコントラストが美しく、ケーキのミルフィーユもイメージさせることから命名されました。ボリュームがあり、弾けそうな一粒一粒がびっしり詰まっており、糖度18度と甘みが強くコクもあり、フルーティーな香りで女性に人気の品種です。はい、それから最近人気のドルチェドリームもおすすめです。夢のような美味しさを意味するイタリア語と英語の造語で、名前の通り非常に甘いです、うん、甲府盆地の寒暖差と平坦な地形から太陽の恩恵をたっぷり受け、糖度20度を超えることもあり、まるでスイーツのような味わいと風味があり、粒がとても大きく食べ応えがある品種です、はい、私は甘いトウモロコシが大好きなので、
ドルチェドリームって気になりますね、うんうん、はい、もうね、いろんな品種があって食べ比べしたくなっちゃいますね。名前からしても甘そうですもんね、ドルチェドリームはね。ドルチェドリームです、夢のような甘さですよ、はい、美味しそうな名前ですよね、はい、非常に甘いです、ね、はい、糖度20度超えるってことですもんね、はい、あ、食べてみたい。そして、またですね、直売所内にあるパームキッチンアジサイ、こちらについてもご紹介いただけますか。はい、直売所施設内に併設されたファームキッチンアジサイは、地元の旬の農産物をふんだんに使った食事メニューや甘味メニューを提供させていただいています。食事メニューには、水豚、お皿、きみひめコーンクリームコロッケなど、きみひめを使ったメニューもあります。お皿は麺にきみひめのペーストを練り込んであるので、トウモロコシの甘みが感じられる麺になっています。その他のメニューには、甲州地鶏丼、クリスタルポークのとんかつご飯、アジサイ丼、アジサイラーメン、平日限定の日替わりランチなどがあります。はい、トウモロコシはもちろんなんですけども、トウモロコシを使った別なメニューだったり、もちろん丼だったりとかラーメンだったりとか、うん、バラエティ豊かに楽しめます。それではこの今月9日に行われますモロコシフェア、こちらについて詳しく教えてください。はい、2024不動機の丘モロコシフェアを6月9日日曜日午前9時から開催します。イベント内容は、モロコシの直売、ゆでモロコシの試食、きみひめクリームコロッケの販売、焼きモロコシの販売、蒸しじゃがいもの販売、きみひめアイスの販売、ポップコーンの無料配布など盛りだくさんの企画でお待ちしてます。モロコシの直売はきみひめをはじめ、ミルフィーユ、ドルチェドリーム、ゴールドラッシュなどを店頭価格よりお安く販売します。いずれの品種も10本入りの箱詰めと、バラ売りは袋詰めの販売となります。正午までを予定しておりますが、なくなり次第終了となりますのでご了承ください。また昨年以上の商品を用意させていただきますが、品種により数量に偏りがある場合があります。また混雑が見込まれる場合には整理券などで対応させていただく場合がありますので、ご了承ください、うん、はい、気になっているという方、手に入れたいという方は早めに足を運んだ方がいいでしょうね。本当にあっという間になくなってしまう場合もあるわけですよね。そうですね、はい、こればっかりはもう当日の状況によるとは思いますけども、ね、ぜひとも買いたいという方は本当お早めに、早めに足を運んだ方がいいと思います。はい、お願いします、ね、では不動機の丘農産物直売所並びにモロコシフェアに関するお問い合わせ先を教えてください。はい、不動機の丘農産物直売所電話番号は 055-266-3858 です。はい、電話番号を繰り返します。 055-266-3858 不動機の丘農産物直売所までお願いします。はい、それでは最後になりますが、山本さんからリスナーの皆さんに一言 PR メッセージお願いします。はい、実はですね、種苗会社からのきみひめの種の供給が安定しておらず、当地域の JA が新たな品種に切り替える計画になっており、来年から生産量が大幅に減少すると見込まれているんです。お客様からも大変好評いただいてますトウモロコシのきみひめですが、非常に残念です。当地域は美味しいトウモロコシができる産地ですので、きみひめに代わるトウモロコシを農家の皆さん丹精込めて作り続けてくれると思いますので、どんな品種になるか、そちらの方も楽しみにしていただきたいと思います、うん、またですね、これから果物のシーズンになります。スモモから始まりまして、桃、ぶどう、梨と色とりどりの果物が所狭しと店内いっぱいに並びますので、ぜひお越しいただきたいと思います。はい、本当に様々な事情があるとは思いますけど、やっぱり自分の好きな品種が未来永遠に食べられるわけでもないということなわけですからね。だから君姫ファンの方は今年手に入れて食べてほしいですね。そうですね、ぜひ食べていただきたいと思います、うん、はい、トウモロコシ、そしてこれからさらにさらにフルーツ充実してくるシーズンですからね、ぜひともお買い求めいただいて味わってみてください。ということで、今日は今月9日に不動機の丘農産物直売所で行われるモロコシフェアについて詳しいお話を不動機の丘農産物直売所所長山本美明さんに伺いました。山本さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。このコーナー幸福いろいろは
番組終了後になりますが、番組ブログと YouTube に音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一度聞いてみたいという方はぜひアクセスしてみてください。甲府いろいろ、次回もどうぞお楽しみに。